はい、というわけで、前回続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、自分てっきりチュートリアルだからクリアできるものだと思っおお、て兄ちたゃんん、ですどうだっけど、た？できなかったっすね。 VR スゴロク、クリアして景品もらえたかい？いや、悪いな。なんだ、ダメだったのか。まあいいよ、足使わせちまって悪かったごな。めんね。ところでよ、兄ちゃんが探してた赤鼻ってホームレスの件、知り合いに聞いてみたんだ。残念ながら赤鼻の居所は分からなかった。ただホームレスを探すならいいとこがあるらしい。そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいいや、その人が来た。なあ、誰かホームレスを探し回ってる人ってあんたか。もう見つかった？いや、まだだけど。なら、神室町の児童公園に行ってみるといい。ボランティアの炊き出しやってるから、この辺のホームレスならみんな集まるはずだよ。そっか、ありがとう。いいんだよ、別に。じゃあ。なんかさっきの人、こっちはね、気のせいね。あんたもこれから炊き出しに？ん？いや、俺はもう夜済ませたから。俺が探してるのは赤花って人なんだけど、知ってるかな？さあね、俺はただ神室町でホームレス探してんなら炊き出しに行けばって言っただけで。早く行かないと終わっちゃうよ。児童公園でやってる。わかったわかった、ありがとう。なんかあいつも若干鼻赤かったような気もするんだが、気のせいかな？俺の見間違いかな？なんだ、電話？カイトだ。ターボ、今どこだ？これから児童公園の炊き出しに行くとこだよ。そこで例の強盗と会えるかもしれん。お前、今も神室町にいると思うのか？組の事務所を襲った奴がよ。本人はいなくても何か情報があればと思ってね。綾部の話じゃ、松金組を襲った強盗は赤鼻っていうホームレスだった。赤鼻、ホームレスが犯人なのか？ みたいだな。ただ東が金を回収した後、赤鼻は生きてるかどうかもわからない。そうか、わかった。俺も行く。児童公園だな。どうなんだろう。なんか生きてはないような気がするけどな。とりあえずヤクザ来な。お前だよじゃねえんだよ、聞こえてんだよ。止まんねえんだよこっちは。逃げれるわ、お前ら足遅いからな。お、イベント始まりますね。いや、悪かったね。炊き出し、ここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か？ああ、赤鼻に頼まれてな。あ？ラッシュでだいぶ一掃するか。
ケー、殴れるもんなら殴ってみろ。オッケー。赤羽に頼まれたってことは、羽じゃ赤羽かってことは生きてるってこと。思ったよりみんな年食ってんな。なんで俺を襲った。あんたが何者か知りたかったんだよ。なんで今になって赤鼻を調べ回ってるのかって。あんたら赤鼻を知ってるんだな。あいつは生きてんのか。いや、あら、死んだよ。とっくの昔だ。死んでんのか。なんで死んだ。それよね。ヤクザに襲われたんだとか言うなよ。1年くらい前、赤鼻が下水に沈んでたのを見たやつがいる。銃で撃たれた跡があった。あれ、銃。その死体、警察には。いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤鼻に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか、東がやった可能性が高いな。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、いやー、これやってんな。あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤穴を殺したのか。わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキン頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤鼻を探し回ってたってヤクザ、こいつか。ああ、いやー、マジか。間違いないよ。殺してんな、これ多分。1年前、東は強盗犯だった赤鼻から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤鼻の射殺隊が上がっていた。となると犯人は誰だと思う。俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した。銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、カイトさん。それか。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。東に仕立て上げるために誰かが繋がってたのかもしれない。東はシャルルにいるはずだ。ちょっと楽しくなってきたね、展開が。東がやったのはちょっと怖いけど、ちょっとここで区切ります。